ニクさん、布団チェーンにあげる。お願いします。ありがとうございます。ニクさん、ありがとうございます。おめこまさん、マサオ久しぶり。わけあって配信見ないんだけど、ケーキを終えたから見に来てよ。マサオ、今日もかっこいいね。マサオ、マサオ、マサオ、マサオ。ん？そうだったんですか？あ、にあげる感じします。ありがとうございます。進撃さん、布団ちゃんお疲れです。布団ちゃんは配信の動画が増えることで緊張と持ちよくありますか？また、今までそんなに面白かったけど完走したゲームありますか？今日は7日なのでリゼロ打ってきます。まあ、動説が増えると緊張とモチベは変わりますか？まあ、緊張とモチベがそんなにねえけど、そんなにねえが、最初あったな、やっぱ。最初あったな。いつぐらいの時だろう。特になんか、達成しないといけない時、スマブラの配信の時とか結構緊張したね。そう。答えなきゃ、みたいなさ。やべ、これ、絶対ビップ上がんないといけねえ、みたいなさ。それはあったら確かにな。今までそんなに面白くなかったけど、完走したゲームありますか？今までそんなに面白くなかったけど、完走したゲーム。今までそんなに面白くなかったけど、完走したゲーム。なんだろうな。なんかあるかな。今までそんなに面白くなかったけど、完走したゲーム。あれかな、お化けの台湾のさ、廃屋配信かな。うん、でもなんかまあ最後、まあなんか良かったなみたいな感じで、うん、そんなかな多分。東京特許許可局発祥で、15年目ドラゴンボール Z スパーキング新作発表。ごめん、まだホリダーはやれてません。リアクがあります。あんこちゃん、トンちゃん、深夜のマイクラ配信お疲れ様です。二十歳になったのでお酒に挑戦してみたいんですが、トンちゃんおすすめありますか？明日、ムジラの配信、頑張ってください。二十歳になったんで、挑戦したいんだったら、ほろ酔いの、カルピスのやつとかいいんじゃない？白いほろ酔いとか。あれいいんじゃないかな？ジロイマシ、返します。200回返します。ケンジャさん、お疲れ様です。最近四つん這いになってヘコヘコしながら、行くのが好きなんですか？布団ちゃんお気に入りの行き方は何かありますか？どういうこと？あ、行き方か。エクスタシーね。ああ、それは、いや、僕はやっぱり、あれですね、仰向けになって腰をこうやって反って、つま先にギュッと力入れて、ああ、気持ちいいっつって声を出して、やっぱ行くのが好きですね、僕ね。あ、くつさん、布団ちゃんが、さっき初めてメンズ行ったらめっちゃチンコ振られて、デコキされて最高だったわ。イエイ。じゃあ、もう違法ってことでね、気をつけてください。にわかでもね、どうしても見てほしい前から動画で、正直次元が違うよ。サバイバルということを頭に入れてね。今回はですね、こちらに今、ウィザースケルトントラップがあるんですけど、これを改良した、もっと効率のいいウィザースケルトントラップ作っていきたいと思います。でこっちにあるウィザースケルトントラップってのは1年半くらい前に作ったやつなんですけど、効率としては確か毎時30だか60とかそこら辺だったんですよね。ですが今回作るやつはなんと1時間にウィザースケルトンの頭が2000個手に入ります。そんなにビーコン使うのかって話なんですけど、やっぱりなんか効率のいい装置作りたくなるじゃないですか。ということでやっていきましょう。でまずやんなきゃいけないこととして、ネザーで作業するときってやっぱモンスター湧くんですよ。ピグリンとかガストとか、ああいう敵対生物って作業中毎回倒すのめんどいんで、一旦モブスイッチを作ります。でもう現世側にはモブスイッチあるんですよ。でこれは主力が中にこんな感じで入ってて、スケルトンとかゾンビとかそういった敵対生物がね一切湧かないようになってます。なのでここら辺見れば分かるんですけど、夜になっても全く湧かないんですよね。まだ何、ネザー側に作る時もこれと同じようにシュルカー大量に入れていくんですよね、ネザーに。でここがネザーの天井裏で、現世側のモブスイッチはここにあります。なので、まあ、同じところここら辺に作ろうと思います。材料適当に集めてきたんですけど、多分これで足りますね。は
い、これでシュルカー入れる用の装置出来上がりました。この中1マスにシュルカー210体詰め込んでいきます。でここにレール敷いてあるのは向こうのシュルカートラップからシュルカーがね出てきてトロッコで運ばれて向こう行きます。じゃあまずシュルカートラップ動かす前にトロッコ21台走らせます。でトロッコはこれで OK なんで、早速ずれてるトロッコ大丈夫か、なんか脱線して落ちてるように見えるんだけど、早速この状態でシュルカートラップ動かしてみましょう。いますね、ちゃんとシュルカいます。であれがトロッコに運ばれてくと思うんで、ここであとはあのトロッコたちが10周するのを待ちます。もう来てる来てる。であれがちゃんと入れば、あれ失敗ですねこれはね。しかもあそこボタン置き忘れてるわ。あのシュルカ倒さないと。これで全部やったかな。あ、もうこれの処理が大変だ。よし、もう何度目の正直か分かんないけど、これでもう一回やってみよう。さあ入ってくれ、今度こそ。おー、入ってる入ってる。そう、これが見たかったんですよ。なんかモノレールみたいになっちゃってますけど、トロッコが下にくっついてます。すごいなあれ。これ何なんだこれ。ぱっと見1体しかいないんですけど、ここに210体集まってます。でシュルカーはどこ行ってもデスポーンしないんで、もう消すには倒すしかありません。でもしここのボタン1個でもう壊してしまったら、もうシュルカーはね出てきてしまいます。なんでね、これちょっとね壊すのが難しいんですよ。こことここは残しておこうと思います。なるほど、このシェルカーボックスが210体いるから、これもうあの使用でモブが出ないようになってんだ。大丈夫なんで、まあ、間違ってもね、ここのレール壊したりとかボタン壊したりとかしなければ、脇潰しをしなくても脱走することはありません。実際に今ここネザーの天井上なんで何も湧かないんですが、下行ってみようと思います。全くモンスター湧いてないですね。やっとネザーも平和になりました。これでもう好き勝手作業できます。次はウィザースケトラップの建設予定地に行こうと思います。作る予定の場所はここですね。ちょっと拠点から遠いんですよね。なのでまずここから氷塊の道を作ります。どうやって撮影してんだこれ。これで氷の道完成ですね。ここは拠点なんで、ボートを置いてずっと行けば建設予定地まで行けます。じゃあ次は岩盤壊していきたいんですけども、岩盤壊すのにピストンが2万ちょっと必要なんですよ。なのでここから丸石60シルカーボックス分持っていきます。なんだこれ天空。これでピストン15シルカーボックス分できました。2万6000個くらいのピストンですね。これだけあれば足りると思います。これで岩盤破壊装置の材料集まったんで、今からここに作っていきます。ここら辺の岩盤を全て取り除く感じですね。一旦装置はこれで完成しました。あとは動かすだけなんですけど、まだね上のピストン、これ岩盤破壊する範囲分置かないといけないんですけど、4分の1も置いてないですね。装置を動かしつつピストンを置いていく、そういう感じにしたいと思います。実際に動かしてみましょう。多分ここを壊せばね動きます。今うまくいってるんで、この岩盤がね綺麗に破壊されてます。いやすごいよねこれね。ここでさっきのフライングマシンに近くやっていきます。すげえ、戦車みたいなの出来上がってる。すごいな。私はこの装置に追いつかれないようにこのピストンを置いていきたいと思います。これでピストン全部置き終わりました。これよりもう1マス下の岩盤破壊装置もう作っちゃいたいと思います。2台目もこれで完成です。でまだね1層目のマシンが右側のピストンを置いた数的に半分いったかいってないかくらいなんですよね。この状態でもう1台動かして2台並走させる感じにしたいと思います。ちょっと待って、ちょっと待って。クラッシュした。2つともぶっ壊れました。そんな大変って感じではないかな、ね、いやこっちはやばいな。後から作った方はめちゃめちゃぶっ壊れてます。じゃあできるじゃんユンボ。こっちの方はショベルカーみたいなもんだもん。簡単に。だこっちはね一旦全部壊さないといけなさそうですね。直してる間にこっち側を動かしておきます。はい、これで岩盤1層目は終わりましたね。無事一応全部直し終わりました。でまたクラッシュすると怖いんで、こんな感じでサブアカ連れてきました。ここにずっといてもらいます。
じゃあこっちも動かしますか。一応ちゃんと動作してるみたいです。じゃああとはこれをこの岩盤ねなくなるまで掘り進めていくだけなんで一気にやっていきます。すげえ。これが壊れるまでに岩盤全部取り除くことができました。じゃあ次にこの下をユンボ作ってるんでしょ。行きたいんですけども、ユンボ作ります、ユンボ壊れます、またユンボ作るみたいな感じだ。作るためのトンネルを掘ります。なので場所はここからちょっと遠めですね。なので一旦そこまで掘っていこうと思います。ここに今ちょっとしたスペース作ったのでトンネル掘削機作っていきたいと思います。トンネル掘削機、これでトンネル掘削機ができました。見た目はこんな感じですね。意外とコンパクトです。なんでこれを今から走らせて向こうへずーっと掘っていこうと思います。ここの音符ブロック叩くと動き始めます。ちょっとここにいると危ないかもしれないけど。はい、こんな感じですね。なんかちょっと壊れましたね。コンクリートじゃなくて石じゃないとダメっぽいね。コンクリートのとこ全部石に変えてきたんで、これで大丈夫だと思います。その石とコンクリートの違いでそんな作動の差があるんだ。大丈夫ですね。やっぱコンクリートじゃダメみたいです。ここからはあとはねずっと掘っていくだけです。今このくらい掘り進んだんですけど、ここでちょっと重大なことに気づいてしまいました。さっきはこっち掘っちゃったんですけど、もうちょっと隣のこっち側をね掘らないといけませんでした。さすがにもうこれで大丈夫だと思います。また作り直したんか。でね、こういうミスってのはよくあることです。たくさんの求人からあなたに合う会社が見つかります。リュウだ。私たちの毎日にはいろいろな美味しいがある。あ、パンと牛乳、それを支えてくれる人、トマト、いいな。あー、すごい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 、すげえ。よし、このくらいでいいでしょう。結構掘り進めましたね。幅で言うと多分280マスくらいですかね。いや、この範囲を今掘ってきたんですよ。だいぶ広いですよね。で、下行けるようになったんで要塞はここにあります。なのでこのネザー要塞を使ってウィザースケトラップを作るといった感じになりますね。で、まあ、今度なんですけど、このトンネル掘削機もっと強力なやつを使って向こう側に掘り進めるようにしていきます。装置出来上がるとこんな感じですね。向こうまでザーッと続いています。この装置が向こう方面にずっと掘ってくれるんですよ。試しに一発撃ってもらえますか。これで爆発したらどうしよう。もう大丈夫そうですね。多分向こうまで一気に TNT 飛んでったんじゃないかなって思います。こういう感じで溶岩をねずっと消していかなきゃいけないんですよ。これを処分しながらね進んでいきたいと思います。うわ壊れた。あー、壊れちゃった。わー、古代の残骸見逃してた。じゃあ直し終わったので、あー、古代の残骸あるから止まっちゃったんだ。あー、よし、こんなもんでいいでしょう。だいぶ削りましたね。岩盤の穴開けたとこはあそこですね。ではですね、まあ、こっから、まあ、この下を全部岩盤まで掘り進めていかないといけないんですよ。でそれにはネザー板ってものを使わなきゃいけないんで、とりあえずあれを一旦全部壊します。あれはもう使わないんでね。これで解体完了ですね。下の方に足場いっぱい落としちゃったんですが、まあ拾うの大変なんでこのままにしておきたいと思います。ネザーを露天掘りするのに金床がたくさんいるので、金床製造機というか増殖機を作っていきたいと思います。これ多分金床を増殖するにはエンドポータルを使うんですけども、これがサバイバルハウス使われちゃってるんですよ。この先が1個目のエンドポータルで、こっちは砂とかを増殖するのに使ってるんですよね。なのでもう1個使わないといけません。ここが2個目のエンド要塞ですね。そしたら一旦ここら辺綺麗にしますか。掘り抜くとこんな感じですね。エンドポータルフレームも邪魔なので消していきます。これでフレーム消せたんで原生側の装置作っていきます。これで原生側 OK ですね。次はエンド側作っていきます。これでエンド側も完成です。金床用の倉庫作っただけですね。じゃあ実際に動かしてみます。
こんな感じでゲートに向かって金床が投げつけられるんですね。そうすると向こう側ではこんな感じで増え続けてます。真ん中ね、音すごいことになってて、電車っぽい音鳴ってるんですけど、ここで破壊された金床がしていきます。じゃあある程度金床集まるまでここで放置したいと思います。さああれから 4,5 時間経ったんですが、見てみましょう。めちゃめちゃあるな。まあちょっとだけ持っていきますか。ネザー板の材料も集まって、金床もこっち側に移動してきました。でまず最初にやんなきゃいけないのが、この露天掘りする場所の一番外側、ここに溝を作っていきます。なんでここが露天掘りの端っこだとすると、なんで0が1になるの？全部掘り抜いていきます。でそれをこの四角形の増殖って何して、やっていきます。溝掘ってる最中に溶岩が出てくるんですよ。ネザーの溶岩って結構流れるの早いじゃないですか。なので早く消さないと自分が飲み込まれちゃうんで、こんな感じで高速で消してます。まあ我ながら反射神経だいぶ早いんじゃないかなって思います。この人多分自分がうまいのをちゃんと理解した人だな。一周ぐるっと岩盤まで掘り抜きました。次はこの掘った溝になかなか強気でいいな。何やってんだこれ。ちょっと、はい、これで金床の壁終わりました。これ結構見た目すごいですね。岩盤からこの高さまで積んであります。で反対側も同じようにね、岩盤からあの高さまで全部金床で壁作ってます。では今日の俺のさ、あのおいちょっとこれ欲しいやって言ってるレベルの人間でした。僕アイター作っていきたいと思います。眼中にねえや出た。はい、これで一面やっと完成しました。同じようなやつを反対側にも作っていきます。これで反対側も完成です。向こうにさっき作ったのがあって、こっちにもダーッと作ってあります。いやーすごいですね、見た目が。さあこれで下準備は全て終わりました。ここからこの装置たちがね、自動で露天掘りしてくれます。まあ、露天掘りはね、なんと一瞬で終わるんで、今からやっていきたいと思います。では装置動かしていきます。ここを壊すとね、動き始めます。で最初は下の溶岩を消すための装置が動いて、その後上で TNT 増殖装置が動き始めます。 TNT の爆発のエフェクト消しても結構重いです。まあ、これだけの装置が動いてるんで、まあ、仕方ないですね。で今までネザーイーターとかワールドイーター何個か作ってきたんですけど、大体は TNT を下に落とすタイプだったんですよね。ただ今回は斜め後ろに飛ばすっていう結構面白いやつを使ってみました。いやまあ毎回思うんですけど、こういう装置考えつく人本当に天才だと思います。でここの溶岩はあの装置が何周かした時にね、消してくれます。ちゃんとで、まあ、こういう古代の残骸は言葉が出ない TNT で爆破されないんで、好きなだけ取ることができます。多分この露天掘りが終わる頃には何スタックか集まってるんじゃないかな。で反対側行くとちゃんとね折り返してくれるんですよ。これもすごいですよね。すごっ。往復するの金床まで行ったらそれでちょうど往復するんだ。一気にやっていきますか。すげえ、地が鳴らされてる。地が鳴らされてる。ここが要塞跡地です。もう柱だけしか残ってません。で、ね、もうちょっとね溶岩池に着くんですけど、こっからがね見てて気持ちいいんですよね。今ちょうど溶岩だまりの1層目走ってるみたいなんですけど、こんな感じで街とか溶岩が綺麗に散らばってくんですよ。でその後ろはこんな感じで下がってます。ちょっとね操作が難しくて、近づきすぎると死んじゃうんで、まずさ、このこれをやってることは多分ウィザースケルトントラップを作るためのまず下準備なんでしょこれ。今これだけで十分すごいんだけど、ウィザースケルトントラップのはい、これで露天掘り終わりました。いやまあ何回かね装置壊れたりして結構大変だったんですけど、まあ、無事終わってよかったです。であれがネザー要塞の端っこですね。本当はここに要塞があったってことになります。ネザー要塞った古代の地ならしされちゃった。スタックと58個ですね。まあまあといったとこでしょうか。でまあ金床壊したりもしなきゃいけないんで、とりあえずはこの装置壊していきますか。
これ壊すのはどう壊してんの？これで装置全部壊し終わりました。アイテムはちょっと拾うの面倒なんで、貴重なオブザーバーだけちょっとだけ取っておきます。さあ次はこの空床の壁ですよ。これを壊していきます。音やばいな。これ空床を全部取り除き終わりました。これで露天掘り自体完了ですね。次はウィザスケトラップここに作るので材料を集めてきます。材料全部集め終わってこんな感じですね。クォーツのハーフとネザーレンガがそれぞれ2万2000個ずつあるんで、層ブロック数としては5万8000くらいですね。まあなんか皆さんからしたら少なく感じるかもしれません。では早速下から作っていきますか。レバレッジーズ、レバレッジーズ会社、レバレッジーズ。 iPhone14 が欲しい22歳以下のあなた、ドコモへのお乗り換えでぐーっとお得に。装置が出来上がるとこんな感じですね。あとここにウィザーローズとか植えなきゃいけないんですけど、ひとまずねあそこにピグリン入れていきます。で1層につき6体必要なんで、合計3層の18体ピグリン呼んでこようと思います。まあ作んないといけないもんな。ウィザースケ湧いてますね。ウィザーがここにいれば食らうことはない。普通のとこには湧かないから。剣を持ったピグリンが必要なんですよ。クロスボウだと弓打っちゃうんで、こういうやつはダメですね。剣を持ったやつ18体探してきます。いや、みんなクロスボウ持ってんぞ。1匹やっと見つけました。そしたらこいつに名前をつけて、それでトロッコに乗せちゃいます。3って書いてあったわ。はい、これで1匹目確保ですね。とりあえずここになんかプラン番号でもう呼んでんだ。作って、ここに A だった。置いておきます。これで18体集まったんで、じゃあ今から移動していきます。これピグリンの配置やっと今日やったんだぜ。ウィザーローズも全部植えたのでほぼ完成になります。さあ装置はもう 99% くらい完成したんですけど、見てください、上とか下とかなんか気持ち悪くないですか。岩盤がデコボコしてて、壁とかもねこれちょっと気持ち悪すぎますよね。さすがにこの状態にするのは嫌なんで、壁とか床綺麗に整えたいなと思います。いや大丈夫です。天井と床はそれぞれ装置使って置いていきたいと思います。そっちの材料はもうここにあるんで一気に作っていきましょう。これで下側の装置完成ですね。なんか見覚えある方もいるんじゃないでしょうか。これは2600チャンクのスーパーフラットを作った時に使ったやつと同じやつですね。じゃあ今度上側作っていきましょう。これで上側も完成ですね。2600マスじゃねえぞ。前にまだやらなきゃいけないことがあって、2600チャンクだぞ。この赤枠の範囲内を完全に湧き潰ししないといけません。1チャンク何マスだっけ。実際透けてて単純に見えるだけですね。モンスターが16倍こういう風にね赤枠で表示されてるんですけど、ボーイブロック全部消していきたいと思います。マジで。多分全部取り除けたかなと思いますって思ったらあったわ。まあ何個か残ってるかもしれないんですけど、1個や2個ぐらいはいいかなって思います。でこれを全て囲うのに必要なブロック数が27万ブロックなんですよ。なのでここに一応ちょっとだけ集めてきました。まだまだ全然必要なんですけど、とりあえず床分のブロックだけここに今全部用意してあります。じゃあ実際に床を置いていきますか。ここを壊して装置動き始めるんで、あとはプレイヤーがねもうずっとこう2ブロックを置き続けてればいいだけです。こんな感じでダーッと端まで置いてくれます。これで一面床は敷き終わりました。じゃあ次上やりますか。はあ、これで天井というか全部敷き終わりましたね。でこの上最初岩盤壊したと思うんですけど、ここもね装置で自動的に敷いちゃってるんで、まあ、この部分だけちょっと壊していきたいなと思います。これで天井もちゃんと穴が開きました。あとはこの外周ねぐるっと外周もっていくだけですね。よし、これで全部置き終わりましたね。地面オレンジ色になってます。じゃあ全部準備整ったのでやってみますか。多分ちゃんと動くと思います。しばらくするとウィザースケルトンが運ばれてくるんですよ。できたらあとはこの防具盾殴ってるだけで倒せます。こんな感じで、ちょっとここ音はうるさいんですけど大丈夫そうですね。
あーやっとできた。このカボチャをかぶったウィザースケルトンはモブの脇上限から除外されるんですよ。へー、たくさんねウィザスケが落ちてくるって感じになります。まあ、だいぶいい装置作ったんじゃないかなと思います。ウィザスケトラップ作ったのはいいんですけど、これウィザー倒すのめちゃめちゃ大変。ウィザー以外のやつらはせっかくなんでウィザーを老兵させて倒す装置も作っていきたいと思います。ウィザー以外は湧かないようにしてるんだ。作るにあたってここの岩盤を壊していかなきゃいけないんですよ。この薄ピンクの方ですね、こっち側の岩盤壊していきます。この装置をさ持ち運びできたらいいけどね。いちいちさ目標に向けて危ない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 。これで綺麗にくり抜けましたね。 3×3×2 の岩盤が全て埋まっててこの形がね欲しかったんですよ。じゃあ装置の方を作っていきましょう。ということで装置はできましたね。ウィザスケの頭結構この装置消費するんでウィザスケの頭集めに行きたいと思います。兄さんウィザスケの頭そんな集めて何しようとしてんだ。落ちたんですよ。そしたらねトロッコが悪魔召喚でもしようとしてんのか。ちゃってここにね何個あるかわかんないんですけど無限にトロッコが出てくるっていう現象が起きてます。マジで何個あるかわかんないです。200個ぐらいあんのかな。もうさっきからずっとこうやってクリックしてるんですけど一向に減らないんですよ。このトロッコ160個ぐらいありますね。もう一生減らないんですよこれ。トロッコ製造機みたいになってます。もうやっとなくなった。トロッコめちゃめちゃ散らばってます。上もトロッコのがねとんでもない数あるんでこことかね音が多分ここも永遠に出てくるんですよ。ファストレフトクリックオンにしてすごいパーティクル出てるでしょ。これめちゃめちゃいるんですよトロッコさんが。さああれから何時間か放置しましてウィザスケの頭トロッコ無限で来てあれでしょ、ここウィザーを増殖してた残骸ってことね。この頭使って今からねウィザー倒していきたいんですけどまずねここにシュルカーボックス設置します。さっきねウィザスケの頭セットしたんでここのレバー下げてあとは高速でねここにソウルサンドを置くとウィザーが召喚されます。はい、こんな感じでもうウィザーのこの表記がいっぱいになってるんですよ。で体力もねガンガン減ってると思うんですけど岩盤による窒息ダメージとモブ同士の圧力でどんどん体力減ってますいやもうこんな光景普通見れないですよ。大量のウィザーが瀕死状態になってます。もうすでに2スタックどん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 来てますよこんな感じで。そんな感じで今回はねウィザスケトラップとかなんやらねいろいろ作ってみました。でもこのネザースターもういくらでも捨てれますよ。これでやっとビーコンには困らないですねで次回なんですけど捨てんのが目的なんかい思うのが土集めが大変だなと。土って使うときは何十万も使うのに集める方法って限られてるじゃないですか。なので土製造機作りたいと思います。それではまた次回。でも大きな一歩だよな。うん、大きな一歩だよ。あいつはナンバーワンだ。俺はナンバーツーになろう。俺は別にいいわ。ナンバーツーでいい。いいよ、俺がナンバーツーだ。今はな。
なんかよくわかんないこと言ってたのがさ、これ殴ってるだけで、こいつこれ殴ってるだけでなんかウィザーが死ぬんですよってさ、意味がわからん。なんでこれ殴ってるだけでなんで死ぬんだ。これに秘密があるんだわ。俺も手に入れてしまってんだよ、秘密を。これだわ、防具台。これが多分何かなんだよ。ありがとうございました。俺もまあ鍵は手に入れてんだよな、もうな、鍵は。ありがとうございました。どこまで読んだんだっけ。イキさん、お腹に腹筋ではないような方にもして病院に行ったんですが、パチンコで金がなくなってしまって、触ると気持ち悪いです。お腹に腹筋ではない硬いもの、もしかしたら脂肪腫かもしれないですね。はい、ガングリオンのなんかちょっとそういうのかもしれない。わかんない。でも早く行った方がいいですよ。はい、モハメルナイス初です。深夜お疲れ様です。私はメモ癖があり何でも今残すんですが、一夜を共にした方のレビュー的なメモさえも事後すぐ残してしまいます。とんじゃそのようなメモを残したりしますか。メモ癖ないっすね、あんまりないな。なあ、ちょっとメモ癖僕はないっすね。返します。編集者富田さん、こんばんは、ごそばに返します。富田さん、こんばんは、ごそば。異動なる上司にアニアニさんがいなくなっても俺絶対回しますからって言ったら嬉しそうにニヤニヤしていました。おい、いやでも、ね、それ嬉しいんだよ、それはね。上司に、そう、それはね、一番嬉しいのよ。今までありがとうございましたとかじゃなくて、絶対に、あなたがいなくてもね、会社維持しますからっていうのは、それはね、結構嬉しいので、はい。おえって言わないでください。はい。それはね、きっと、あれですよ。自分もちょっと想像してみてください。それ言われてみたら、嬉しくないですか？いかがですか？お、ちょっと皆さん、ここに、まさかの、はい、今、オアシスパールの残骸ありました。一本だけ。これが、今、非売品といいますか、もう、製造が今追いつかないっていうやつなんですね。ちょっと吸わせていただきましょう。レアです。カチッとね。甘酸っぱい。いいっすね。ミニアツリアっていう建築特化のモッド知ってますか？知らないっす。知らないっすね。なんだこれ。これマイクロなの？これへえ、カラフルでポップな色彩、美しい自然の景色、さまざまな建築の対応。へえ、ほんとなんだね、すごっ。車なんかもあんじゃん。車やスクーターのオブジェを追加するリソースパック、すごいね。もはやもうなんか、ほんと別芸な感じで、でもそれもまたマイクラのいいとこだね。自分色に染められる。ブーズ、いつも何するとき行く瞬間に、チンポの皮を先っちょにつまんで、その中にビューって出してトイレに流して捨てるんだけど、布団ちゃんもやったことある。ナイス！お願いします。ありがとうございます。高田健将、松本くん、一周気に入ってきたよ。ご仏前、持ってたんだけど、中身入れてくの忘れちゃったよ。まだ言い出せないよ。あと、戸塚の宝蔵院は半枠寺だったよ。変な卵を立てな。食べてもいいのかな？ちょっと何言ってるかわかんないです。何言ってか分かんないですね。うん。半枠寺だったらしい。うん。金玉ブラブラブラームさん。大山ちゃん、昨日床屋さんで調査みたいな髪型をお願いしたんだけど、春日一番みたいな髪型をされてたよ。でも、これはこれで気に入ったよ。ありがとうございます。これ以上上ないんだっけ？あれあった気がする。あった。なんで布団ちゃんサブスク入手じゃん。これがもお願いします。無事なの続き楽しみです。今日やります。ということでね、僕はこの後寝て、はい、なんとか起きたいなと思うんですが、皆さんも、3月7日
健やかなる日が訪れることを祈っております。それではね、おやすみなさい。またね。